皆さんこんにちは、ワンタリクルビジです。では今回はギレンデはアクシズの脅威 V 地球連邦軍ネビル編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はアクシズを打倒することができたんですが、その後すぐティターンズが台頭してきたということで、ご覧のように緑のマップ上塗られている部分がティターンズの勢力圏になっています。連邦軍はですね、ウーゴと一緒になってこのティターンズを叩こうということで、まあ、クワトロなんかが新しく味方陣営として使えるようになっています。まあ、クワトロはね、皆さんご存知の通りシャアですね。で、シャアといえばやっぱりですね、アポリー、ロベルト、彼らも使っていこうということで、しっかり配属済みになります。で、この後ロベルト、アポリー、そして今ご紹介したクワトロはですね、地球に降りてもらって、まずは地球の奪還ですね、これを行っていきます。そして並行してルナ2、ここの攻略戦を行っていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。ではまずルナ2ですね。連邦26、ティターンズ12というところです。戦力的には優位なんですけども、まあ、おそらくですね、この後グリップスから敵が増援を送ってくると思いますので、まあ、消耗しないように戦っていければいいかなと思います。舞台は、2つのルートから侵入しています。偏見が入っている舞台ですね。これが画面のマップ上からドコスギアにはブレックスが乗っています。指揮力12、魅力15、耐久11。このあたりはね、前面にドコスギアを出しても簡単には落とされないかなというスペックになっています。そして、メッサーラにはシーマが乗っています。まあ、このシーマなんかもしっかり使っていきましょう。では、時間を進めていきます。さあ、順調に進撃しています。ルナ2の戦いですね。敵、バーミンガム。これを撃沈してます。こちらファング3。できればこのターンで、基地中心部までは攻め込んでおきたいですね。で、そこを中心に敵が増援を送ってきたら、格好撃破していくと。いう作戦が取れればいいかなと思います。敵ですが、ガルバル出てますね。おそらくガルバルディがティターンズの今の主戦力になるんじゃないかなと思うので、これしっかり倒していきましょう。さあ、ここはライラにジェリドがいるガルバルディ隊ですね。まあ、これ、砲撃戦である程度数を落としておきたいところになります。ジェリドとライラさん強いですからね。ライラは撃墜してます。相手がただものじゃなかったと思った。出なければ立場がない。さあ、ドコスギアですね、敵に格闘を挑まれるというちょっと苦しい戦いになりますけど、まあ、ドコスギアの耐久と、ブレックスの耐久で、なんとかね、ここはしのいでもらいたいかなと思います。大丈夫そうですね。まあ、さすがのドコスギアというところかと思います。戦闘を中断します。まあ、ドコスギアは本来ティターンズの総機関だったんですけど、今回は連邦軍が運用しています。ルナ2の攻防戦2ターン目に入りました。やっぱり敵増援送ってきましたね。まあ、それなりの規模になっているように見えます。ハイザックとあとは戦艦部隊ですかね。これちょっとしっかり迎え撃つ必要ありますね。ではジェリドにとどめを刺しましょう。できる限り助けなきゃ。敵の増援が来る前にね、この敵の前衛部隊、これを撃破しておきます。まだフルバーディアンが一戦級で戦ってくれてるってのは嬉しいですよね。なぜだ、十分訓練はした。適応能力は高かったんだ。こんなさあ、では地上に降りてもらったクワトロ隊なんですけども、これバイアランすごく使い勝手が良くてですね、これ普通にバイアランこのアルプスを越えようとすると1マスずつしか動けないんですけど、バイアランの離陸を使うとですね、ガンとこんだけ進めるんですね。これむちゃくちゃでかいですよね。なので、まあ、これしっかり使って活用していきたいと思います。もちろん、メッサーラもね、モビルアーマー形態に変身、変形できるので、
このバイアナとメッサーラは、モビルスーツだけでも制圧力を持っている、まあそういうユニットになっているのかなと思います。なのでしっかり追い打ちをかけて、まあ仕留めていこうというところですね。迷いは自分を殺すことになる。やってみせるさ。グワトロのこの攻撃で、まあしっかりね、このインドの北側攻略制圧完了です。買いかぶってもらっては困る。私はシャアではない、クワトロ・バジーナだ。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。でこちらはヨーロッパの戦線ですけども、こちらも有利に戦いは進めています。敵はアクアジムとか使っているような状態なので、まあメッサーラの敵ではないかなっていう話をしているところでメッサーラが落とされましたね。いや、まさに油断しただな。だが、この鍵はちょっともったいない期待失いましたね。まあちょっとショックではありますけども、まあしっかりルナ2の攻防戦に戻りましょう。ルナ2はティタンズがさらに増援を送ってますね。まあここはずっとこういう戦いが続きそうな気配がちょっとします。いや、グリプスの戦力は化け物ですね、本当に。ね、ルナ2は大攻防戦ですが、続いてサイド6に攻め込んでいます。まあ、ここも15部隊前後同士の激突ということになりますので、そのまま突っ込んでいきます。はい、ここにはハンブラビですね。コウウラキに乗ってもらってます。まだまだランク D と低いんですけども、コウウラキなんとか育てていきましょう。はい、マドラス基地に攻略戦を仕掛けていきます。まだね、宇宙ではルナ2サイド6の戦い、さらに北京でも戦いを始めているんですけども、ここで一旦クワトロを使って一気にマドラスに強襲作戦を仕掛けていこうというふうに思います。まあ、クワトロ、ロベルト、ナポリを持ってすれば十分ね可能かなというふうに思いますので、期待を持ってやっていきたいと思います。敵は旧式機もしくはジムキャノン2、この辺りが主力になっているようなので、まあしっかりハマればね、少数とはいえこのクワトロ機だけでも倒せるかなと思います。本当にね、このバイアラン使い勝手がすごくいいんですよね。このまま一気にね、土台に乗った敵部隊を殲滅して回りましょう。ここにガルダがいるんですけど、このガルダを落とすことができれば、腹の中に入ってる8つのユニット、これ半減できるので、これ何が何でも撃破狙いたいですね。ちょっと無理してでも攻撃を仕掛けていきましょう。ベン・ウッダーが乗ってますね。ベンウッダは劇中ゼーターガンダムの中でガルダを使って特攻を仕掛けましたからね。まあそれに近い形で向かってきてくれてるっていうのはかなりプラスにはなっていると思います。また敵か。この機体は人気だな。クワラトロとロベルト、それに支援でメッサーラが入ってます。見事に撃沈です。これで腹の中に入ってる8つのユニットで半減できたのはすごく大きいと思います。一気に格闘戦で仕留めていきましょう。ここはアポリーです。妙だな、この敵の。アポリーもねズバ抜けてはいないんですけど、まあ、平均的に能力値が高いので戦果はかなり期待できるユニットですね。でバイアランなので格闘も強いです。安心して見てられますね。
ってここはロベルトとそしてクワトロのスタックです。なんかねさっきからロベルトばっかり目立ってますけど、まあ、しっかりクワトロが前衛にいるのでここも火力出ますね。やっぱりガルダを撃沈できたのがとても大きいですね。はい、激戦の末まずは北京、ここを攻略しています。いまだにルナ2サイド6攻防中ですけど、まず一つね敵の重要拠点を奪えたのは大きいかなと思います。続いてマドラスですね。ここはクワトロ・アポリ、ロベルト、それにレコアを投入したモビルスーツだけの部隊ですけども、まあさすがに火力出してくれて攻略完了できそうです。ルナ2ですけどようやくまあ目処が立ったかな、まあそういうところまで来ましたね。ここにはバスクのアレキサンドリアがいますので、これ撃沈して、いきましょう。まあだいぶルナ2の攻略戦に手間取ったな、時間かかったなっていうのが、まあ正直な感想ではあるんですけども、まあ、まだまだここからね巻き返しできると思いますので、しっかり巻き返しできるようにですね、さらに部隊を前進させていきたいと思います。ここは見物ですね。ブレックスのドコスギアがバスクのアレキサンドリアに攻撃を仕掛けた、まあそういうシーンでした。これでルナ2もようやく攻略完了ですね。報告します。さあ、あとはマゼランに乗ったジャマイカンですね。これを撃破できればサイド6も制圧完了です。いやー、どこもかしこも大激戦続いている消耗戦ですけど、まあ、少しずつ、奪い取ってる重要拠点が増えてきたかなというふうに思います。ではまず宇宙からですね、宇宙はもうグリプスを除いて制圧は完了してます。地球上はまあちょっと劣勢が続いているんですけども、まあ、しっかり部隊を地球中心に編成し直してですね、まずは地上残っているところ制圧進めていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。